こんにちは。今回はファミリー登山におすすめの百名山4選ということで、子供からお年寄りまでご家族で一緒に登ることができる日本百名山を4座ご紹介します。本格的な登山装備がなくても登れる山ばかりですので、夏休みの思い出作りにファミリー登山を考えている方は参考にしていただけると嬉しいです。それでは今回の4座の選定基準です。1つ目が短距離、短時間で登頂できる山。時間にすると大体 1、2 時間、長くても4時間あれば往復できる山を選びました。そして2つ目が登山道が整備されていて歩きやすい山。階段、木道、ベンチなどが多めに設置されている山です。最後3つ目が本格的な登山装備がなくても登れる山。スニーカーでも十分登れるような山です。それではファミリー登山におすすめの百名山4選スタートです。1座目で紹介するのは大台ヶ原山です。大台ヶ原山は奈良県と三重県にまたがり、紀伊半島の南東、吉野熊野国立公園に属している山です。日本百名山の他に日本百景、日本の秘境百選にも選ばれ、山全体が特別天然記念物に指定されています。年間降水量3500ミリという世界有数の降水量を誇り、雨の日が多いということでも有名な山です。登山コースはいろいろありますが、今回のファミリー登山という設定からおすすめするのは、大台ヶ原ビジターセンターから標高1695メートル、最高点の日の出ヶ岳への往復コースです。登山アプリヤマップのデータでは、コースタイム1時間29分、距離 3.7 キロ、標高差166メートルです。登山道は比較的緩やかな起伏が続く台地のてっぺんを歩く初心者向けで、階段、木道、展望台などが整備された山というより観光地と言っていいほどの場所です。大台ヶ原山の見どころは圧倒的な秘境感と高台から見下ろす海の眺めです。特にこの日の出ヶ岳山頂にある展望台からは360度の大パノラマが広がっており、そこから見えるものは山と海と空しかなく、秘境という言葉がぴったりです。実は私が本当にお勧めするのは大台ヶ原の周回コースで、日の出ヶ岳以外にも雅木ヶ原や大蛇倉、塩体に釣る場所も歩いてみていただくのが一番のおすすめなんですが、コースタイムで3時間28分、距離が 7.2 キロ、標高差が453メートルありますので、今回は最も短時間、短距離で歩けるこのコースを紹介しました。ただね、ご家族の体力が許せば周回コースも検討してみてください。ちなみに大台ヶ原は東大台と西大台に分かれており、今回紹介したのは東大台のコースです。原生的な森林が広がる西大台は利用調整地域のため、入山には事前申請が必要ですので、その点はご注意ください。はい、それでは2座目の山を紹介していきます。2座目は伊吹山です。伊吹山は滋賀県と岐阜県にまたがり、山頂は標高1377メートルで、滋賀県米原市に属し、滋賀県最高峰になります。この伊吹山登山では一般的には上野口コースというコースタイム6時間52分、距離 10.6 キロを歩くコースになるんですが、今回はファミリー登山ですので、もっと楽に登れる伊吹山ドライブウェイ山頂駐車場からのコースを紹介します。このコースからですと、コースタイムはなんと1時間切りの58分、距離 1.7 キロ、標高差125メートルで登頂できます。いやいや、こんなの登山とは言えないよっていうご意見もあると思いますが、今回のテーマにはぴったりなコースですので、このままご紹介させていただきます。登り方は簡単です。まず、岐阜県側にある伊吹山ドライブウェイを目指します。ドライブウェイは全長17キロ、片道約30分で、標高1260メートル地点にある山頂駐車場まで登ります。通行料金は普通乗用車で3140円です。伊吹山ドライブウェイの詳細は概要欄にリンクを貼り付けておきますので、ご確認ください。そして先ほどお話した通り、山頂駐車場からのコースタイムは58分、距離は 1.7 キロ、標高差は125メートルです。普通の登山では絶対にありえない短時間短距離で日本百名山に登頂できてしまいます。こちら登山道は西登山道、中央登山道、東登山道の3つありまして、一番短時間短距離で行けるのが中央登山道になります。ピストンでもいいですし、周回することもできますが、東登山道だけ下り専用の一方通行になっていますのでご注意ください。伊吹山の見どころは山頂から間近に見下ろす琵琶湖の雄大な姿と
豊かな高山植物です。琵琶湖に関しては天気さえ良ければいつ行っても眺められるんですが、高山植物花に関しては7月下旬から8月上旬が見頃ですので、この夏休みの時期にぜひ行っていただきたいと思います。あと山頂にはトイレだけでなく飲食やお土産も買える山小屋が数店舗ありますので、観光地のように楽しむことができます。名物は伊吹そばです。こちらもぜひ味わってみてください。はい、それでは3座目を紹介します。3座目は車山です。車山は長野県茅野市と諏訪市の境目に位置する山です。車山と聞くより霧ヶ峰と聞いた方がピンとくる方が多いのではないでしょうか。車山は霧ヶ峰高原の最高峰で、標高は1925メートルある日本百名山です。霧ヶ峰高原は登山だけではなく観光、ドライブ、スキーなどでも人気がある山です。登山口はこちらの車山方という場所で、駐車場やトイレもあります。こちらですね、この駐車場からスタートします。散策マップを見てみます。現在地車山方から40分ほどかけて車山まで目指します。ちなみに車山方にはコロボックルヒュッテという大人気のお店があります。名物のボルシチは絶品ですので、登山後のご褒美として楽しんでください。はい、それではそこから目を横にずらすと、もうすでに車山の山頂が見えています。あの小高い丘のようなところです。エアマップのデータによると、ここから山頂までのピストンコースはコースタイム1時間21分、距離 3.5キロ、標高差122メートルです。登山道は広い幅で整備された緩やかな丘を登っていく感じで、急な坂や岩場のようなところはありません。そして歩き始めてすぐに素晴らしい景色に目を奪われていきます。見えてくるのは八ヶ岳、富士山、南アルプス、中央アルプス、北アルプスなどです。そんな絶景を楽しみながら歩いていると、疲れる間もなく車山山頂に到着します。山頂には丸いボールのような形が印象的な気象レーダー観測所や展望テラス、車山神社などがあります。車山の見どころはこの山頂からの眺めで、特に八ヶ岳連峰と富士山が横並びに見える方角が最高です。あと夏は花の季節でもありますので、たくさんの花を楽しむことができます。特に有名なのは日光キスゲです。それでは最後になりますが、実は車山はリフトもありますので、体力がない子供さんやお年寄りでも気軽に登れますし、逆に体力に余裕があれば、霧ヶ峰高原を周回するコースもあります。そちらの周回コースについては、別の動画で詳しく解説していますので、ご興味ありましたらぜひチェックしてみてください。はい、それではラストになります。4座目は美しヶ原です。美しヶ原は長野県松本市、上田市、長尾町にまたがる標高2000メートル前後の高原です。長野県のほぼ中央に位置することから、県内の広範囲を見渡することができ、北アルプス、中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳の山々を眺めながら気持ちいい山歩きを楽しめます。それではコースを紹介します。今回はファミリー登山向けということで、マイカーかバスで標高1942メートルの山本小屋ふるさと館までアクセスして、そこからスタートするコースです。こちらから美しヶ原最高峰の大賀島まで往復するコースのコースタイムは2時間6分、距離 6.1 キロ、標高差113メートルです。美しヶ原については動画撮影をしていないので、写真だけにはなりますが、山の雰囲気や登山道をご紹介します。コースは高原上の牧場の中を通る未舗装の車道で、危険箇所等はありません。あえて言うならば、たまに来るバスに気をつけてください。牧場には5月下旬から10月中旬には約300頭の牛が放牧されていて、牧歌的な風景が広がっています。この牛さんたちが美しヶ原の見どころの一つです。もう一つの見どころは、美しの塔という高さ6メートルほどの塔です。そもそもは霧が発生すると鐘を鳴らして登山者に位置を知らせる役割を担っていましたが、現在は美しヶ原のシンボルとして立っています。そんな牧場の中をのんびりと歩いていくと、目の前に大きな建物とたくさんの電波塔が見えてきます。建物は大賀島ホテルという人気のホテルです。そして大賀島ホテルの横には、美しヶ原最高峰となる標高2034メートルの大賀島のピークがあります。こちらからの眺めが最高で、40を超える日本百名山が眺められるというふうに言われています。
今回はこちらまでの紹介でおしまいですが、もし体力に余裕があれば、大賀島から西に約20分ほど進んだところにある大賀花というピークもおすすめです。こちらから眺める北アルプスの風景や松本市の風景もなかなかの絶景です。はい、ファミリー登山におすすめの日本百名山4選ということで4座をご紹介してきました。今回夏休みということでファミリー登山におすすめの4座を選んだわけですが、正直冬以外の3シーズンであればいつ行ってもファミリーで楽しめる山です。夏休み中に行けなかったとしても諦めずに秋や春に行ってみてください。きっと素晴らしい景色と体験を家族で共有できるはずです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。